飾り巻き寿司すごかったですね。実は僕あの本当にあの違うちょっとねあの違う僕飾り巻き寿司のね違う違う経験をね25日に経験に行くんですよ。25日にどこ行くんですか飾り巻き寿司の。これ今すごいあ勉強になりましたみたいな。あそう僕あの体験しに。そしたらあのもしかしたら同じ先生かななんて思ってたらあちょっと違う先生でなんかあの久保田さんとねお知り合いみたいでしたけど久保田より子先生と。先週、お休みをいただきまして、この間にですね、まあ、お仕事の方で、いろいろですね、まあ、表彰されたりとかね。また選ぶな大先生が。いろいろ。この間弟子の弟子から来ましたけど。まあ350人の前でですね、あの講義をしてきたりとかですね。してきました。その中でまあいろいろあのお祝いをいただきまして、はるちゃん、うん、そしてなべちゃん、そして横井先生本当にありがとうございました。あ大事に使わせていただきます。そんな感じですね。まあ一昨日は高校の同級会で昨日はですねまあその仕事のお祝いということで、まあたくさん飲んできたんですが。飲む機会が、増えまして、そういう聞こえるように言わないでよ忘年会シーズンとなっておりますが忘年会終わりますとですね、まあ、12月のイベントといえばこれですもう何まあクリスマスということで、年に一度もう恒例行事となりました、本日のゲストですね、はい、お願いいたします。メリークリスマス。全然クリスマスっぽくないけど俺もクリスマスっぽくないんだけどね、はい、今日も美味しいケーキをですね、はい、持ってきていただきました。後で、皆さんに試食をイエーイなんちゃってしていただき試食を、していただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ケーキだけ連射してる。こたつさん本当にあれですね、最近コメントいただきましてありがとうございます。いろんなところに最後でいいのですが、焼津テレビさんクリスマスの企画、年末年始の企画ってあるのでしょうか。今からクリスマス企画を始まりました。まずあの撮影会からお願いいたします。あ、ちょっと今日はあの岡田さんを意識して。あ、もう終わりですか。はい、岡田さんに失礼。ほらFacebook が顔を認識しないもん。なんで顔を認識ないってどういう意味。あ、これちょっとあれですね、マイク遠くなっちゃいますかね。大丈夫です。ちょっと大きな声で。じゃあ岡田さんを意識して。岡田さんを意識して、ありがとうございます。よくわからないです。あのまず自己紹介お願いします。はい、菓子職人リリピットの石田です。よろしくお願いします。石田さんはですね、本当に僕が困るといつもゲストに来てください。いや、とんでもない、とんでもないありがとうございます。忙しいんですから自分がしてこの忙しい時期にこの中途半端な4時半という時本当に来ていただきました。4時半とはね。そうですね、東京の岡田光政です。いやいやいや、そういう意味じゃないんですが、岡田光政によろしくお願い申し上げます。何ですかこれ。市長候補の岡田でございます。まあ、その仕事の方で、はい、お祝いをもらう時にですね、まあ、シャンパン作りを目指してまいります。なんかあのケーキなんかも実は、石田さん。で、やっぱりですね、その周りに人がたくさんいると、
どうやって分けていいかっていう言い方ですね。そう、はい、そうなの今日ね、聞けたらいいかななんて思うんですけど、はい、まず最初にね、はい、大きさ、はい、皆様とともに考え、皆様と共に行動をしてまいります。このサイズ、岡田光さんをよろしくお願い申し上げます。15センチ、岡田光さん、超えてますか？これが、家族、5、6人が食べてますね。岡田光さん、ありがとうございます。7、8人から10人くらいになるとこの6号サイズ、18センチ、直径18センチ、はい、かなりボリュームありますよね。これが7、8人から10人くらい、10人ぐらい、はい、まあ、切り方ですよね、そこも。そう、そうなんですよ、これどうやって、はい、一番簡単なのはもちろん、まあ、2とか4とか8とか8ですよね。これを僕でも切れる、はい、そうですね、そうですね、はい、まあ、なかなかその10カットっていうのもやっぱ難しいですよね。難しい、あ、10、55になるのは結構難しい、はい、ですよね。それは何かやり方があるんですか？まあ、コツというか、まあ、大体このくらいの大きさって自分でも頭入れちゃうしかないですよ、ね、大体、うん、まあ、このくらいっていうのはこう半分で5個っていうふうに入れて、はいはいはい、でそこで、あ、もうそれはやり方もない、やり方もない。ただあのこういった飾りがありますよね、うん、どうしてもこう飾り、僕食べたい、私食べたいってなるじゃんね、うん、で飾りが乗ってるとどうしても切りづらい、切りづらいですね、切りづらいですよね。でも飾りが乗ってないクリスマスケーキはないですよね。ないですけどね、はい、でも結局はじゃあこの飾りは何々ちゃんで、ね、この飾りはじゃあ僕の方にねって分けて、こう、あ、分けてあげる、最初に分けてあげる、最初取っちゃって、これを子供たちの取り皿に置いてあげて、置いてあげて、それで、カット始めれば綺麗にカットできます。はい、後で乗せてあげればいいってことですよね。はい、それで切り方なんですが、切り方、はい、伝授します、皆さん覚えてください、はい、どうしても家庭では包丁、なかなかこういったいわゆるパン切り包丁、これがあれですか、専門ケーキを切る専門 のパン切り包丁っていう、あのギザギザがついてるんですね。こういうパンを切るやつ、はいはい、あのギザギザがついてる方がフルーツもカットしやすいものですから、うん、できればこういった包丁、ね、皆さんあると思うんですけどね、こんぐらいの包丁はどうですかね、ありますかね、焼肉屋さんはないありますよ、ね、ある、うん、細長い包丁はあります、はい、そう細長ければいい、ね、うちにはないですね。刺身包丁たちはありますけどね。でも刺身包丁ぐらいの持ってきちゃう、はい、まずこういう包丁をですね、よく、あ、これなんですか、これなんですか、これお湯、お湯今日はお湯を持ってきてます。これでよく温める、包丁をまずお湯で温める、うん、そうすると、まあクリームがいわゆるなんていうのかな、乳が入ってるクリームだから、どうしてもこう油で油を溶かしてくれないと綺麗にカットできないじゃないですか。ちょっと僕よくわからないですけど、はい、油意味じゃなくて、でまずじゃあ、10カットの仕方としてみて、半分のだいたい5等分って言ったらこんくらいになっちゃうんですよね。これわかりますかね、ちょっと6等分は簡単です。でも10等分とかってなると、え、大変だってなるじゃないですか。でも目安つけるしかないんですよ。まあ僕はね、そういう場合はこう呼ばないようにしてね人数をそれであのよく包丁を温めてカットしていきます。カットしていく、はい、今あの10人用ですよね。はい、大体10人用とこんな10人、今ワンカット、はい、かぶりつき、うん、ケーキにかぶりつき。そうすると分かるかな、こう綺麗にカット、綺麗に、ちょっと後であのアップでね見せようかなと思いますけど、アップでこれ今こういう感じで、あのこんな感じで綺麗な、綺麗に、いちご入ってます。綺麗にカットする、綺麗にカットするコツはやっぱりよく包丁を温めてあげるってこと。切るたびに温める。そうです、切るたびに温める。これ別に入れ物は何でもいいんですよね。あ、これ何でもいいです。温める、温める、はい、はい、え、温度とかあるんですか、特にそういうの関係、まあ、温ければ熱いほどいい、熱ければ熱いほど、はい、
これ伝わりますかね、サクサク音がしてるんですよ、してねしてねサクサク、こういった感じに、こういった感じに、ちょっと今のは綺麗、カットが、カット面が綺麗に出ますよね。いやー、かぶりつきたい。これが言うの忘れてましたけど、チョコレートケーキですね。チョコレートケーキの5号サイズです。5号サイズ、はい。これ、ここ置いといていいですか。いいですよ。怖いな、なんか。あ、じゃあいいです。はい。はい、そのままカットしてる間にこれ食べてていいですか。あ、これ、はい、食べて食レポ、これどうやって食べ、あ、じゃあちょっと来て食べて、あ、ちょっと食べて、いいか、ちょっと来て食べて、自分が食べなさい、ちょ本当にちょっと来て食べてください。え、食レポだよ、ちょっと僕その間にやらなきゃいけないことがあるんで、ちょっとやって、ちょっと食べてください、本当に。どうぞ。あ、じゃあ高木さん、さやこさん、それがいい、この飾りケーキどうですか。あ、これぜひ食べて、今日わざわざ富士からね、初めて焼津来てください。初めて焼津来たんですか。嫌いになっちゃうと困るんでね、三重から来たから。三重から、全然聞いてない、聞いてない、最近富士に行ったんですよね。2月。あ、どうぞどうぞ。これちょっと。食べ初めてな。本当に私ここで食べるんですか。はい。どうぞ。そこを座った以上食レポが必要ですから、ね。今回どうぞ食べてください。今回ですね、リリピットさんのとこではこのチョコ生デコレーション。4つ用意しているうちの1つ、チョコ生デコレーション。じゃあちょっとさやこさん、はい、じゃいただきます。はい、どうぞどうぞ。チョコすごい、はい、な、何層っていう、これやっぱ切ったか、切った感じはなんか通ずるもんあります。そうですね、やっぱり切り口、切り口気になりますかね。切り口大事です。やっぱ大事、大事です。すごく綺麗に、はい、今日はね、切り口つながり、切り口、今日は切り口の日で、はい、じゃあ代表していただきます。代表して巻き寿司もケーキも切り口が大事。そうなんです。これチョコレートダメとか大丈夫ですよね。はい、大丈夫です、はい、どっちかっていうと、そうですね。お願いします。私もっと甘いのかと思ったんですけど、甘さ控えめ、ちょっとチョコレートが苦手な方とかでも、うん、いける感じで、このいちごが贅沢で、そういうね、食レポ待ってました。いちごはね、うちはね、大井川から直接買っ、大井川の農家さんから直接買ってるんですよ。いちごめちゃめちゃ美味しいですね。ですからね、すごい新鮮なんですよ。ロスがないというか、すごいね。普通のケーキ屋さんっていうのは、問屋さんから仕入れたやつを流すんですけど、僕らの場合はそのまま大井川の農家さんに買いに行くから、朝取ったものを午後の3時に行けば取れたてを買えるんですよ。じゃあ昨日取ったやつが今日のケーキに載ってる。すごい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しそうです、さやこさん。結果本当にうまいから、普通にうまいとしか言えないよ。あ、これすごい綺麗です。ちょっと私もう一個食べれます。私それ食べれます。すごい。これやっぱこの切り口すごい。切り口が綺麗でないと、せっかくこう綺麗なケーキがあっても、うちでこうガチャガチャにしちゃったらちょっとかわいそうじゃないですか。やっぱ綺麗に切るってことがね、やっぱね。やっぱ巻き寿司もそうですよね。私そうですね、巻き寿司そうですね。せっかくあそこまでやって切った時にぐちゃぐちゃになっちゃったら、ここが感動ですよね。意味ないですもんね。私弟子入りしようかな。弟子入りですね。はい。これね、やっぱ切り方とか勉強されたんですか。切り方やっぱとポイントがあって、うん、一つ一つこまめに、うん、私大丈夫、大丈夫です。温めないんですけど、一回一回酢水つけて包丁に、で切っては、少し切ってはもう包丁を拭いてきれいにして、どんぐらい勉強してください。やるんですよね。そのお話も聞きたい。元々スイーツは好きですか。すっごく好きってわけじゃないんですけど、うん、でもやっぱりご褒美食べたいですね。食べたいね。今日の私のご褒美だと思って。そうですね、今日祝焼津記念ということで、はい、食べていただきました。もなんか私の番組っぽくなっちゃった。全然大丈夫です。ゆっくり食べてってください。はい、ありがとうございます。
いかがですか。あのね、チョコレートも大体うちが使ってるチョコレートがですね、カカオ分 55%、ちょっと軽めなんですよ。普通のケーキと大体60とか65くらいが美味しいんですよ。だから甘さ控えめみたいな。そうですね、はい、これ子供でもいける感じ。いけます。ちょっとね、ラム酒のシロップちょっと入ってるんですけど、やっぱそこだけは香りが欲しいかなと。 あれは香りでやっぱ入れるんですね。あ、でもうちの子全然がっつくと思います。お子様がいらっしゃる。はい、うち3歳と5歳の子が。あ、じゃあもうぜひですね、はい、焼津の記念に予約しててください。はい、それとこれカットしてあるんですけど、ベリーベリーショコラ、ベリーベリーショコラ、ショコラ、はい、一番下がチョコのムース、チョコのムース、はい、でチョコのスポンジで、チョコのスポンジでベリーベリーのムース、ベリーベリーのムース、はい、でこの上は何なんですか。まあこのもベリーベリーのジャムを、ジャムを、ね、はい、まあ、ベリーベリーって何だと思います。何だと思います、はい、何だと思います。何が入ってるか分かります。いや全然分かんないですね。ベリーといえば、ベリーといえば電気屋さん。え そこですか。それ何笑うとこですか。ちょっとツッコミなさい。僕だってさ、ねえ、リリビットさん結構真面目な方で、あんまり変なこと言うと怒られる。いやいやいや、僕、そうなの、はい、なんでやねん、はい、って言えばいい。まあ、ベリーといえば、はい、これ真面目な話ね、はいはい、ブルーベリーありますよね、はい、あとはフランボワーズ、フランボワーズ、はい、カシス、カシス、はい、あとは何すか、あとはブラックベリー、ブラックベリー、はい、まあイチゴもある、イチゴ、うん、それの全部、そういうの全部がまとまったのがベリーベリーミックス、うん、っていうものがあるんですけど、それを使ってやってます、うん、だからこう酸味が強いものばかりですから、あの結構好き好きあるんですけど、この夏実新商品としてこれ出したんですけどね、思いのほか売れまして、あ、これが、はい、これその酸味っていう、そのチョコで消すとかそういう、そうですね、はい、だから下はそういうチョコ系になると、ちょっと重た系にしてるんです、はい、このバランスですね。スズルもあります、なんかどうぞ飾り巻きですが、一つぐらい、あ、スズルもですか、うん、あ、じゃあベリーの方も、そうね、あ、そうはね、はい、これも一つ、いいんですか、はい、どうぞいただいてください。これで、はい、今日はハムがありますよ、はい、ハム、なんか向こうでもね、ちょっとバトルじゃない、盛り上がってますけど、これが今回ショコラで、通常判明するやつは何センチのやつですか。通常、このあれですか、はい、8×10 いくつだっけ、16です、16センチ、8×16 センチの、はい、どの大体どのぐらいですか。もう一回り大きいぐらい。これが 8×16 です。あ、これがそうですか、はい、これが、大きさです。大きさで、はい、でこの上に飾りが乗るわけです、ね、はい、そうです。ベリーベリー見てこれ、嬉しそうな顔。ベリーだーって感じ。めちゃめちゃベリー美味しいですよ。またこれも食べたの。それも何も一人で食べてるんですよ。こちらが、まあ、リリビットさんのこの秋の大ヒット商品ということで、はい、クリスマスも乗っかっちゃうぞ、はい、あ、なんか食べたそうな、はい、食べたら一言なんか言ってくださいね、はい、はい、先生今日あの呼んだ方ですね、はい、食べてもらいましょう、はい、あとはですね、あと、はい、うちでは、あ、先生、まあ、ありがとうございました、失礼しました、ありがとうございました、看板になっているような看板の、はい、お菓子であります。これですね、実はあの、はい、僕があのリリビットさんのですね、ケーキを好きになった理由の一つといいますか、はい、このシュークリームのタワーといいますか、そうですね、それをあの、いや取って、はい、はい、これ、はい、これなんか意味あるんですか。そうですね、食べてみればわかります、はい、食べてみましょう、うん、あともう一個大丈夫ですか。旦那が子供の肉食べてくれたんです。これはですね、僕でもわかる、はい、うん、普通のカスタードっていうんですか、普通のカスタード、はい、あ、まあ、はい、あのなんて、普通のカスタードで、もう一個がチョコ、はい、あれ違います。いや、いいんですけど、はい、はい、ただただただ普
通じゃない、はい、カスタードの方が。その前に皮、皮がクッキーシュー、クッキーシューを使ってる。香りすごくあったでしょ。香りがすごいですね、うんうん、何の香り、何の香り僕にね、振っちゃうんですよ、こ, このシュー皮の香りですよね、うん、やっぱシュー皮が香るっていうことはやっぱ配合的にリッチなんですよ、正直言いまして、うん、やっぱそんだけフレッシュバターを使って、うん、牛乳を使ってで卵を使ってますから、皮の味ってやっぱあるんですよ。なかなかこう今いろんなところのシュークリーム屋さんもありますけど、皮の美味しいってなかなかこうあんま感じてないですよね、うん、はい、どっちかっていうと取り出せされるのはやっぱ中のクリームなんですよ。クリーム、だから僕はね、中のクリームがこのべっちゃりしてるのが嫌いなんですよ、うん、だからこうもったり系が好きなんですよね。ですからこう、まあ、普通皆さんとろっとしたのが美味しいって言うじゃないですけど、うん、僕はもう反対にとろっとしたのではなくてガツッとしてるやつ、はい、で今の食べてもとろではないんですよね、やっぱね、うん、ちょっとこうな 表現なんて言ったんですかね、ボテって感じ、そう、そういうこうすぐなくなるっていうよりはこう口の中に残ってくれるみたいな感じで、それが皮と一緒に溶けるんですよ。わかります、あのネチョネチョしたクリームっていうのは先にこうなんか口の中で残るんだよね、うん、それが、今回の、これ、ね、これプロフィットロールっていうんですか、うん、プロフィットロール、あの州の山のことをプロフィットロールって言って、うん、であれ自体は、まあ、シュークリームで、はい、今回のやつは、はい、皮もクリームも一緒に溶けていくってい う、そうですね、だからぜひ食べながらですね、最初にそのシューの香りも楽しんでいただけるといいかなと思います。2種類の、これ今回2種類ですよね、多分そうです、2種類積んであります、味が味わえるということなんですが、はい、これがですね今回も、まあ、4つですね、はい、今食べましたシューのプロフィットロール、これが5号と6号あるんですね。そうですね、はい、で、2番目に、包丁を入れました、はい、紅ほっぺの生デコレーション、はい、これがまた先ほども言ってましたけど直接大井川から、買い付けてるという、大井川美味しい果物、ストロベリーを使った、ストロベリーを使った、紅ほっぺの生デコレーションですね、はい、あ、これが1番プロフィットロール、プロフィットロール、はい、で2番目が、生紅ほっぺの方ですね、2番目紅ほっぺ、いますか、紅ほっぺ、はい、紅ほっぺ、これが大井川からも、はい、ってやつですね、はい、このベリーを堪能してください、ストロベリーを、はい、そして3番目チョコ、一番最初最後先生にもですね試食していただきました、チョコの生デコレーション、はい、甘すぎない、でも子供も大丈夫というねそれと最後にこの最後ベリーベリーショコラ、ベリーベリーショコラ、はい、今ここにもまだ残ってますが、これは長方形ですね、はい、そうですね、上の酸味を消すために下は、はい、まあ、チョコレート、はい、ちょっともったり系ですけど、ね、もったり系、はい、でこちらを、予約しようと思ったらですね、いつまでですか、はい、12月の20日までです、12月の20日まで、はい、これ直接連絡してもらえばいいですか。そうですね、はい、あとですね、はい、なんかあります、うちの場合はですね、すべて、予約生産、このケーキはですね予約生産で、はい、30分前くらいから作り出すみたいな形取ってます。だからいつも取りに来る時間を限定してるんですね、はい、そうです、ですからもし、時間内に僕が作れる範囲内を超えた場合の予約の場合はずらしてもらうっていう、ずらしてもらう、はい、ですからなるべく早めに時間の方を指定していただければ、余裕を持ちたいということですよね、はい、どうしても4時5時6時が一番混みますからね、うん、その時間をもしくは避けていただければ一番無難なんですけど、なるほどなるほど、はい、じゃあちょっと時間の余裕がある人はお昼とか行ってもいいかなということですね、はい、やっぱ作りたては提供するのが一番の美味しさかなと、あ、新鮮そのものが美味しいか、やっぱ職人さん的には作りたてを食べたい、はいはい、今日もってことはこれがそうです、ね、今昼過ぎから作り出して間に合わせてきました、本当に今日のためにありがとうございました、はい、なんか予約
これ予約表みたいなのもついてるんです ね、はい、これはどこで手に入る、お店行けば入りますので、お店で、はい、お店どこでしたっけ、焼津のお祭りをやる四区の公会堂の近くになります。お祭りをやる、はい、何の公会堂、四区公会堂、四区公会堂、はい、です、に行くと、はい、もうすぐありますので分かるということで、はい、ぜひですね、まあ、電話でもいいですし直接行って、はい、予約の方も、していただきたいなと思います、はい、最後に何か一言。そうですね、うちはですね、毎回あのいろんなマルシェの方に出店させていただいてます、はい、来年1月8日の日に、1月8日に、はい、また長者の森という、施設の方でですね、森の朝市というものがございますので、そこにどうもまた出店いたします、今回また、いろんなタルトを、銀チョコパンを持ってきますので、またその時はぜひ来てください、まあ、その時はケーキではなくてね、はい、タルトです、銀チョコとかね、はい、そちらを、堪能していただきたいなと思うんですが、はい、今回は、はい、あのイベントもいろいろ計画してますからね、はいはい、その方も楽しいかと思います。そうですね、はい、あの実はあの僕もですね、その長者の、ね、森さんの森で朝市では一緒に、はい、お世話になってまして、本当に今年1年もありがとうございました、はい、なんかですね、いろいろコメントいただいてます、はい、大石さん、はい、大石さんお知り合いですか、はい、シェフ、はい、メリークリスマスってメリークリスマス、ケーキ食べたいって、いぜひ大石さん買いに来てください、はい、で東京 の、 あのゆめさんから、はい、ベリーベリーショコラいいですね、はい、ありがとうございます、ぜひあの東京からも買いに来てください銀チョコ銀チョコなんてね言ってますけど、なんか今ちょっと電話で、はい、岡田美智子さんでございます、もしもーす、両方の時のお島のお騒がせで、そうですね、はい、はい、ライズのサンタクロース、ライズのサンタクロース、はい、やってます、こんばんは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 、聞こえますか、あ、聞いてますよ、はい、ただいま岡田光政の市長候補の選挙カーに乗っております今どの辺を走ってらっしゃるんですか、お任せください、今は子供たちや今どこでしょうか、大井川です、大井川、大井川を走ってます、災害に強い地域に強い、僕あのポスター見てこれいつも真似してますんで、大井川の方、すごい綺麗な、綺麗な、もう先ほどね、リリピトスさんも買い付けに行ってるという、お願い申し上げます。真っ暗ですね。あの暗くて、カメラ横にしてもらえますか？横効果。こんばんは。こちらは市長候補岡田光政。岡田光政でございます、はい、本日も現職代表の岡田光政でございま す、 真っ暗です、ね、こんばんは、岡田光政でございます、岡田光政をどうぞよろしくお願いを申し上げます、大井川地域の皆様とのお約束は両言実行と岡田光政必ず実現させてまいります、岡田光政、これからの岡田光政にご期待ください、もしもし、岡田光政、はい、もしもし、今大井川ということで、はい、どうですか皆さん、あの周りの反応は、岡田光政、岡田光政でございます、岡田光政、たくさん手を振っていただいて、いただいてますね、あのこれから1週間ですかね、岡田光政でございます、岡田光政、市長候補の岡田光政でございます、岡田さんに代わっていただくことがありますで、恐縮でございます、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、今ちょっと一生懸命喋っております、聞こえますか、ちょっと忙しいということで、あの頑張ってくださいと、はい、お伝えください、あの焼津テレビ一同応援してますと、いろいろ考えております、あれ今現在そうですね、今演説が始まったみたいですね、喋ってます、はい、ということでこれを続きはあの後の番組でやっていただくということで、はい、本日のゲスト、はい、クリスマスケーキ第食会、はい、美味しさのポイントはここのリリピットの石田さんに来ていただきました、どうもありがとうございました、続いての番組は山本の笑っていいとも、はい、
何が